しかしそれにはアンダーワールド人がザシードネクサスに接続するための大容量回線の存在が不可欠だ。オーシャンタートルが使用していた衛星回線は政府によって切断されてしまっている。僕はこれから回線の復旧を目指して動く。先日の記者会見でまずは先手を打てたからね。今しばらくの時間的猶予はあるはずだ。回線か。気候家さん、頼む。アンダーワールド守ってくれ。言われるまでもないよ。僕にとってもアンダーワールドは今や人生をかけた夢なのだ。